はい、皆さんこんにちは、ソヤンです。今回は RGM79G 陸戦型ジムハイグレートキット製作の墨入れ塗装剥がしウェザリング工程を紹介します。墨入れをする前に武器、頭部の照準やカメラに銀下地のクリア色塗装をしておきます。あらかじめラッカー系の光沢トップコートを拭いておくことで、墨入れ塗料の表面張力で塗料が回りやすくなります。エナメル系の墨入れ塗料と比較しても遜色なく使えることが確認できました。武器類の墨入れにはマルチブラックを使います。専用の薄め液で湿らせた綿棒ではみ出した塗料を拭き取ります。拭き取り用の綿棒は薄め液にちょん付けした先っぽをティッシュで絞って用意します。バズーカの片当てのモールドがクッションっぽかったのでバフを塗りました。膝クッションにニュートラルグレーを塗り直します。機体の墨入れにはステインブラウンとマルチグレーを混色して使いました。グレー寄りの色を意図していましたが、ステインブラウンがドボッと入ってしまったのでそのまま使いました。
武器を握る手の組み立てがまだだったので組み立てておきます。付属のシールを貼り付けます。シールを貼った後、艶消しトップコートを拭いておきます。いよいよ今回作業の目玉、塗装剥がしです。モールドの稜線に沿って竹串をこすりつけて塗装を剥がします。対戦機製作でケープを使ってみたのですが、そもそも得られる効果が今回のシリコンバリアとは違っていて、僕がやりたかったのはこっちでした。面白いように塗装が剥がれていきます。
ここで LED の点灯を確認しています。ここでスラスターを接着します。剥がれてしまったシールをタミヤセメントで貼り付けています。エアブラシを出してくるのが億劫になったので、ウェザリングはリアルタッチマーカーで済ませることにしました。RGM79G 陸戦型ジム一応完成です。次回は展示台を作ってみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソヤンでした。